ってちょっといつもいる、あと雨の日もあるね、今めっちゃ66個やから無理や、あとほらこれ結構うまいよ、自分が取ったもん、まあ、こっちに保存されてる、you
オンジュー。ああ素晴らしい眺めですね、セビアン。さあここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ見習い君たち。はい。皆様、ビストロラタトゥーユへようこそ。いらっしゃいました。これより皆様を味覚のフランス旅行へと誘います。え、どこへですかって。世界一おいしいのはフランス料理です。そしてフランス一おいしい料理を味わえるのはパリ。パリで一番おいしいと言われているのが我らがシェフレミーの料理です。本日は伝統的なフランス料理のスペシャルメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミーがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。ちょっと失礼します。おい、シェフの到着はまだか。お待ちください。まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。とりあえず皆様からご注文をお受けして、なんとか時間をつないでおこう。さあ今日も忙しくなるぞ。それでは早速皆様からオーダーをお受けいたしましょう。はい、味覚のフランス旅行、そのスペシャルなメニューはこちらでございます。ワンラーボンジュービアンブニュー。ボンジュマドマゼール、お昼からフランス料理豪華だね。いらっしゃいませお客様、当店は初めてでいらっしゃいますね。ウィーウィー。それではブルボンによる直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。マドマゼール、シンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。目が高い。少々お待ち、シルブプレー。ボンジュー、小またれもお元気ですか。セビアン、エブ、お元気ですか。エセモア、あ、トレビアントレビアン、メルスボク。さあ、めくるめくフランス料理の世界へようこそ。ボンジュール、お客様ご注文が、あ、迷っていらっしゃる、私が選んで差し上げます。ラタトゥーユにいたしましょう。これはシェフレミーの得意料理の一つです。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層に重なって盛り付けられた非常に美しい一皿です。あの辛口評論家のイーゴも、うん、これは絶品だと言いますよ。あ、そうだ、せっかくですからビシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。ジャガイモを炒めてからブイヨンを加えてコトコト煮込み、旨味が十分出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームと合わせた非常に滑らかな舌触りの上品なスープです。当店自慢のパンのカンパーにもお付けしますよ、セスティポン。あ、お料理のことを話していたら私よだれが止まらなくなってきました。やっぱりフランス料理は最高。というわけで本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいない。困りました、どうしましょう。肝心なシェフがまだこちらに到着しておりません。オーモンジュー、一体どこにいるの。まさか観光してるんじゃ。いや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 、私探しに行くべきか行かざるべきか。お客様ここに残してもうすでにオーダーも取ってしまったし、私お料理できないんです、ね、私ができるところまで準備を進めます。シェフが到着次第すぐに調理できるように。私は下持ちで、俺は食材と食器の準備を。君たちだけで本当に大丈夫か。シェフが早く到着してくれればいいんだな。野菜取って。アンディ、シェフを見かけません。シェフ、あ、シェフを見かけたら私までお声掛けくださいね。海の方探してきますね。シェフを見かけ、え、全然広くて聞こえませんでした。あ、私がシェフを探している間にも、いや、元気のいいお野菜がこんなところにも。
れてない。あれ、キュート入ってる魔法か。卵ね、卵、調理台は整頓する、習ったでしょ。スパイス、この度スパイスを混ぜるのにジャグリングを採用しました。素晴らしい、スパイスの勘でジャグリング、勘ジャグといったところでしょうか。はい、香り立つスパイス、ぜひご家庭でもお試しください。はい、素晴らしい。はい、ニヤニヤしない。ヘッドメイター取ってください。私もう何でも考えるよ。普通に戻ればいいのにね。違う、ローズマリーが第一コーナーを曲がった。私ゲット、ゴール。おかげさまで無事にローズマリーは投入されました。ボンジュール皆さん、今日は僕のお店に来てくれてどうもありがとう。どうしよう、大変なことになってる。煙、煙、君たちはもう二度と調理台に立たせん。おー、ボンジュール。これは一体何の騒ぎですか。スーシェフ、シェフ、それにシェフレミ、お待ちしておりました。この見習い2名が先に下準備は始めておくと言い出しまして、ご覧のありさまです。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレミの憧れのシェフグストは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には他にも大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ、そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミも手伝ってくれるよね。みんな心配いらないよ、僕も手伝うから。私たちに任せなさい。ところで注文は。はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥイユをご注文いただいております。なるほど、よし、それでは早速調理再開といこう。しっかりついてくるのよ。はい、さあ始めよう。さあ、お客様のお腹をすかせるぞ。スピードを上げて手際よくいこう。皆さんはダンスを踊って調理を手伝ったり、2人にエールを送ってあげてくださいね。周りの人にぶつからないように気をつけて。私も一緒にやりますよ、頑張りましょう。さあ、まずは調理の腹で下ごしらえから野菜を均等にカットしていくぞ。さあ、野菜と包丁を準備していくぞ。準備をしていくぞ。3、2、1、5、6、7、8、9、10、
欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど、一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはベビーのお手本を見て。よいしょよいしょ。さあ皆さんもパン生地をこねる練習をしてみましょう。両手を上に上げてください。いきますよ。まずは大きく8の字を描きましょう。そうです、今度はぐるっと円を描くように。反対も生地を集めて伸ばす、集めて伸ばす、ぐるぐるの生地をまとめていきますよ。バッチリ、皆さんとてもいいわ。それじゃあいよいよ生地をこねてもらいましょう。さあ準備をしていきますよ。まずは8の字。そうです、今度はぐるっと円を描くように。そうですよ、皆さんとても上手。集めて伸ばす、集めて伸ばす、ぐるぐるの生地をまとめますよ。しっかり腕を使いましょうね。さあ生地を上から下に広げていきましょう。しっかり上にプッシュプッシュプッシュ、繰り返しましょう。8の字を描いて。そうです、笑顔も忘れずにね。まとめますよ。優しく優しく。最後はレディープッシュ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 。さあそろそろ生地ができてきた頃だわ。皆さんどうもありがとうございました。皆さんの愛情がたっぷりとこもった生地が完成したわ。焼き上がりが楽しみ。食材を美味しく調理していこう。火加減に注意して何品も同時に手際よく仕上げる。まずは鍋から。さあみんなお釜を準備して、いいぞ。さあはい、鍋をかき混ぜて、みんなで一緒にもっと早く香りを変えて、ベビーと一緒にかき混ぜて、その調子。いいよ。さあフライトを出します。ワンツースリーフォー、前に出して大きく回して、もう一度大きく回して。さあ仕上げに取り掛かるぞ。皆さんは手拍子で応援しましょう。一緒に料理をすることで改めて大切なことに気がついたはずだ。一人前のシェフになるために大事なこと、それはただ料理の腕を磨けばいいということではないんだよ。その通り。いい？シェフ同士がお互いに協力すること、尊重し合うことが調理をする上で一番重要なことなの。仲間にも食材にも愛情を持って調理をすれば、それはお料理に必ず現れるものよ。そうだシェフレミ、彼らをもう見習いではなく我がラタトゥーユ出張レストランのシェフとして迎えようと思うんだが、どうだろう。そうと決まれば、これがラタトゥーユのシェフの証よ。これからはこれをかぶって腕を張って、この出張レストランで腕を振るってちょうだい。なんて素敵な日なんだろう。きっとこの出張レストランの立派なシェフになるよ。皆さんのお手伝いのおかげです。ありがとうございました。ここは某十小さなレストラン、心ときめく優しい味、おいしいメニューで今日もお照らそう。大丈夫、心配いりませんよ。
から一緒に料理を手伝ってくれたここにいる皆さん全てにサプライズがあるんです。ほらおなべき料理はみんなにチームワーク一緒に作ろう。お客様の笑顔サポラペティスタを届けるメニューの数お料理とおもてなしはお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。また絶品のフランス料理が食べたくなったらいつでもシェフレミーの出張レストランをご利用ください。僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミースペシャルメニューは考えてあるかい。ああまたおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。料理とは舌で味わう音楽、鼻で楽しむ色彩、それは日常にあふれてる。誰でも名シェフになれる。